皆さんこんにちは。どんぐり教員セミナー、今回は学校におけるキャリア教育の12回目、総合的学習の時間に連動したキャリア教育例についてお話しします。キャリア教育を実践する機会はいろいろあるのですが、今回は総合的学習の時間や地域連携に注目しています。キーワードとしては、せっかくある地域資源に注目しましょうということになります。実際に私が企画立案し経験してきました千葉県立行徳高校での実践例についてお話しします。背景なんですが、この学校、進路はですね、専門学校か就職が多数で、大学進学の生徒は少数派です。それまでの総合的学習の時間の使い方はというとですね、学校全体あるいは委員会で主導するというよりは、クラス担任や学年に任されていた体制だったわけです。その部分をまずは変えてきました。そしてプランニングの基本なんですが、その日学ぶべきことの明確化ということで、その日は何を目的として何を学ぶのかということを担任レベル、生徒レベルで分かるように落としていきながら計画を立てさせていただきました。そしてスパイラルにですね、積み重ねていくということ、特に就職する生徒も多かったので、面接作文、履歴書等、こういったことを3年で慌ててやるのではなくて、1年のうちからですね、少しずつ書いていって、スパイラルにこうレベルをアップしていくというような展開を考えました。それからよく社会人の講演とかがあるんですが、これは講演と体験と振り返りをなるべくセットにするようにプランニングしています。すなわち1年で福祉体験などをするんですが、その前に福祉体験に関する講話があり、そして行った後に振り返りをしっかりするというようなセットになっています。また身近なリソースを最大限に利用ということで、幸いですね、この学校から半径1キロ以内に保育園、幼稚園、小学校、中学校が隣接してまして、さらに地域の団地などもありましたので、こういったところのですね、資源を使わせていただきました。ボランティアの例はここに書いてある通りです。保育体験や清掃活動、施設の訪問、災害訓練の手伝いや、小学校に出張しての体育祭手伝い、地域の祭りのスタッフをやるといったですね、高校生でも簡単に比較的できるようなものを選び出して、希望する生徒にどんどんやってもらうという形を取りました。その他ですね、大学生との対話として語り場さんとか、それから環境教育学習に関して野鳥観察者や、下水道処理施設にもご協力いただきました。これがですね、全体感を見ていただきたいんですが、色別になっていまして、例えば、この薄い青とかですね、薄い茶色のものはキャリアに関する学習になっています。それからピンクの部分は福祉系の、講話とか、それから体験ですね。それから茶色の部分が人権とか平和、国際問題に関してですし、緑の部分は環境です。いろいろな要素を散りばめてですね、バランスよく配置しています。また、中間講座や期末講座などの午後を有効活用してですね、なかなか1時間の中で体験難しいので、こういったところで体験してもらって、普段の時間代休を取るというような柔軟な運用をしてきました。こちらは簡単な、スナップになっております。このようにですね、プランしてきた中で心がけたことなどです。心がけたこととしてはですね、総合学習というのは広くキャリアを考えるための時間という位置づけをしてですね、担任の先生とか、それから生徒にその意義をまず伝えました。から使える資源を有効活用したこと、から幅広く地域とか大人との触れ合い、また学ぶ装置ですね、こういったものを機会を利用して広報して参加してもらうということを心がけたわけです。生徒に見られた変化としては、自分も世の中に役立てる機会はあるんだなというような実感、あるいは積極性ですね、自分から動いてみる楽しさから将来への進路ですね、こういったものに向けての行動や自信につながっていったかと思います。今回は学校におけるキャリア教育の12回目、総合的学習の時間に連動したキャリア教育例についてお話ししました。